皆さんはじめまして、ナナです。本日は静岡県にあります川のホテルゴルフコース、富士コースのラウンド動画になります。ここは富士山系レディースクラシックの会場でもあり、景色が綺麗なゴルフ場としても有名なので、そのあたりも楽しみながらご視聴いただけると嬉しいです。大丈夫ですか？後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この1番パー4は、しっかり打ち下ろしですけど、どういう感じですか？そうですね。はい。もう45ヤードの打ち下ろしから始まって、はいはい、左はちょっと浅いですね。あのレッドペナルティ、はいはい、で右が OB なんですけど、はい、アゲンスト。そうですね。海からの風がしっかり来る感じ。来ますね。でも置いとくのはやっぱり左に置いとくと次は打ちやすいので、あ、ちょっと右に行ってますもんね。そうですね。はい。なるほど。バンカー越えは今日は200キャリーで行きたいと思います。アゲンストなんで。はい。わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあバンカーより少し左目を狙って打っていきます、そのまま行って、そのまま行って。はい、OK です。大丈夫ですか？はい、OK です。大丈夫です。ありがとうございます。はい。お願いします。はい、お願いします。ちょっとやっぱり海からの風が吹くと強いですね。打ちにくい感じありますね。南の風、そうですね。よいしょ。前半より。風強くなったような感じですか？はい、強くなってきましたね、ちょうど。いつも後半が風変わるんですよね。あ、そうですね。前半っていくつだったんですか？前半は39でした。釣りボギーです。あー、すごい。で、後半はバギー取れればいいなって思うので、楽しく回れればいいなと思います。あ、頑張っていきます。はい、はい。あの木なんですけど、今頃ごめんなさい、本当に。あの記念樹なんですよ。え、記念樹なんです。何の記念樹？あれ河津桜なんですけど、はいはいはい、あのノーベル賞を取った大村聡教授が、はいはいはい、この付近でこう土を採取して、バクテリアからワクチンを作ってみたいな。そうなんです。そうなんだ。ご本人もここで見に来られましたし。あ、そうなんですね。そうなんです。いつ頃咲くんですか？これ2月。でも河津桜なんで、ピンクの綺麗な、はい、2月くらい咲きますので、手前から9ヤードなんですけれども、はい、やっぱり風ありますからね、はいはい、169の風を見た方がいいです。はい、はい。ここは見えてるバンカーがあるだけ で、 左は、はい、左も奥もバンカーないので、はい、わ、はい、かりました。距離は165あるんですけど、手前でもいいなっていう気持ちで6番アイアンでちょっと低めな感じで打っていきます。OK ですね。バンカー手前、はい、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい。やっぱり夏場はラフは結構きついですね。きついですよね。さらにきつくなりますよね。はい、うん、そうなんです。試合の時もやっぱりもっときつかったですね。きつかった。そう。詰まってる感じもありますよね。はい、そうですよね。はい、顔。はい。はい、です。手前からいくつでしたっけ？手前から9です。9。はい。手前から9です。はい、ありがとうございます。すいません。ここは56で打っていきます。
OK。 Go。 はい、皆さんです。 OK です。 ありがとうございます。OK です。そうです、それ。ありがとうございます。土にやった方が。あ、やります。ありがとうございます。ここは目はどういう風に。目はこの手前はバンカーから左の奥のコブに向かってます。あ、向こうに。そうなんです。コブ側に行って行きますので。惜しい。止まりますかね。え、ピタッと止まりましたね。惜しい。ちょっと足んなかったですね。ありがとうございます。ちょっと足んないボギーでしたね。入ったかと思った。いや、本当に入れ入れって最後まで思ったんですけど、あと2転がりぐらいですかね、足りなかったです。高麗の 8.5 フィートなんですね、うん、の重い時期です ね、 そうですね。夏はもっと8フィートまで重くなるんで。はい、そうなんですね。ありがとうございます。はい、富士山系の時はどのくらいになるんですか。今年は早いところで13フィートって言ってたんで 12.5 とか。そんな変わっちゃうんだ。なんか全然変わってきますね。最近では一番早かったんだと思いますね。はい、早かったです。なるほど、転がってました。景色いいです。すごく2番のパー4は、はい、どういう感じですか。382のパー4なんですけど、はい、ちょっとピンがね、グリーンが見えないところがあれなんですけど、うんうんうん、あのバンカーからさらに200ヤードあるんですけれども、はいはい、ここはバンカー上行けたら最高のところですかね。あの左ドッグなんです。あ、なるほど。残り100ヤードからちょっと左ドッグ、ほぼまっすぐですけど、はい、で右がレッドペナルティーです。左はセーフ、はい、左すぎると次打ちにくいですかね。はい、じゃあ真ん中からちょっと右を狙う感じ。そうですね、はい、はい、いいと思います。お願いします。じゃあ真ん中少し右を狙っていきます。優勝、いいと思います。ナイス。あ、ナイスですね。ございます。飛んでます。ちょっとあれだと左すぎます。いや、でもね、狙っていける場所なんで。あ、ナイスです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。飛んでました。ここはフェアウェイ傾斜してってます。どっちかに少しは右には行くんですけど、はい、ここはでもまっすぐ今言ってます、ね。はい、ありがとうございます。 OK です。ここちょっと桜が綺麗な場所なんで、春もぜひ。そうなんですね。そうなんです。大島桜の白い桜が咲きますね。白い桜、この辺はそうですね。あ、そうなんですね。最高ですね。ね、景色良くて。よ、雲がない。この結構なバンカーですよね。あ、入ったらもう出せないですね。そうですよね。ナイス、いいとこです。あ、はい、なるほどなるほど。ちょっとドッグレッグなんですね、やっぱり。そうなんですよ。はい、いいですね。はい、ありがとうございます。あ、ここを右手前ですね。手前から10しか入ってなくて、はい、エッジまででいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、142で少し右から上げてるので7番アイアンで打ってきます。ナイスオンです。ありがとうございます。はい、
塗ってますね。はい、ありがとうございます。左奥から右下のピン方向に置いてる。じゃあちょうど順目っていう感じですかね。そうですね。最後本当にどっちから打っても海の方に切れていきますので、はい、やっぱ順目なので早い感じありますかね。半分から下ですかね。この最初の半分はあまり早くないので、はい、じゃあもうピン側だけ気にすればいいかな。そうですね、はい、感じ。右外で。さすがに弱すぎましたね。なんか芝が伸びてきたっぽいですね。はい、右カップいっぱいで。ナイスです。ありがとうございます。ナイスです。ナイスパーですね。危ない。よかったです。難しいところもナイスです。ありがとうございます。ちょっと順目の下りっていうのでなんか後半伸びてきましたね、うん、なんか重くなりましたね。そうですね、あんまり伸びなかった感じがしますね。芝がこう立ってきました、うん、そう、しっかりしてきてね。ちょっと転がりがあんまり良くなかったかな。いや本当です。あ、はい、もらいます。はい、ありがとうございます、はい。3番のパー5ですけど、全然こっちもまた見えないですね、グリーンが。そうですね、420ヤードって書いてますけど、うん、ちょっと短い感じですよね。ミドルブレックですごい登るので、うん、もう本当に体幹は結構しっかり打っていかないとって感じ、はい、パー5って感じが、うん、はい、ありますね。でこの見えてるポコポコ見えてるバンカー、はい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 、あの縦に50ヤードの中に3つのバンカーがありまして、なるほど、あの一番奥に低い松、はいはいはい、分かりますか、はい、もしあれを狙った場合は210で超えて250までの感じのフェアウェイなんで、はいはいはい、まあ、今日左から風来るんでね、気をつけてください、うんうん、はい、あの松の、まあ、左端とかいいと思いますね。なるほど、なるほど。もし突き抜けた場合は、うん、あのレッドペナルティです、はい、右がセーフになります。はい、ちょっと右に行ってる感じなんですよね。そうですね、はい、でかなり登っていきますので、はい、はい、分かりました。はい、そしたら奥にちょっとちっちゃい松があるんですけど、それの左端を狙っていきたいと思います。ちょっと右行くと危ないみたいなので、ゴーゴーゴー、最後のそのバンカーの付近ですね、それか右かって感じでした。行ってみますかね。越えてるといいですね。木に当たった感じはなかったです。当たってないですね。よいしょ。風ものすごいですね、これ。よし。行ってみましょう。失敗ですけど。いえいえいえ。バンカーの付近か右か、ちょっと行ってみます、うん、はい、はい。セカンドは狙えない感じ、見える感じではありますか。見えますね、見えるんです、うん、見えるんです。場所によって、うん、なるほど、ピンは見えますね、うん、はい、まあ、短いからそんなに欲張らなくてもいいかなっていう感じはありますか、ね、本当に。ここあの波をイメージしたアリソンバンカーっていうのを教えてもらいました。はい、高さだけではないんですあの入ると背より高いですね。50ヤード確かに波をイメージっていう、はい、教えてもらってくる感ありますね。ありますよね。この辺りにちょっと擦ってるといいですね。これですよね。あ、これですね。タイトリストですもんね。あ、はい、あ、よかったですね。いいところでよかった。入ったと入んないと大違いですね。本当にここ良かったですね全然違いますね。20プラス
210がエッジで、うん、さらにエッジから26ヤード入ってますけど、はい、あじゃあもう本当にしっかり打っていかないとっていう感じ、はい、なるほど。あの右側のラフのところにあるバンカーまでって何ヤードですか、ね、バンカーまでがここだと180だと思います。手前のバンカーまでだと175です手前、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと左バンカーは見えてるバンカーだけですね。はい、はい、分かりました。ユーティリティ22度で打っていきます。当たって落ち、あ落ちてきましたね。落ちてきました落ちてきました大丈夫です。今右の木の高いエリアに当たってそのまま下に落ちたので残り多分130と上りぐらいな感じですね。はい、すいません、ありがとうございます。100ヤードの杭のね手前あたりに来ました、はい、115、130、そうなんです。見えないから測れもしないっていう。ここが15プラスなんですよ上りが、はい、なので130がエッジで、で26ですよね。そうですね26入ってます、はい、156がピンっていう感じです、はい、でバンカー右手前のだけ2つだけです。はい、はい、あのちょっと塊の木の左端ですね。はい、はい、左から風。さあ6番アイアンで打ちます。左目 OK、 左目大丈夫です、セーフセーフです、戻ってきましたね。ちょっと今左に出ちゃったんですけどキックしてなんとかラッキーで戻ってきました。この傾斜の冬だと50から100ヤードぐらいこう戻るんですよ。あフェアウェイだと、そうなんですか、はい、そうなんだ。なのであの左のラフを狙ってくださいとかそんな感じで、あなるほど、止まるようにってことですね。止まらないんですよ。そうなんです、そうなんです。あそうなんですね。右奥から左下の目です。はい、はい、56度で打っていきます。ありがとうございます。愛ですか、すみません、そんな早くないですね。ね、本当にちょっと登ってるんで、はい、頑張って、惜しい、惜しいです。はい、です。はい、ありがとうございます。すいません、ここはボギーでしたね。ちょっとセカンドもサードもミスしちゃったのでしょうがないかなっていう感じですけど、次はバーディーしっかり取りたいと思います。